形。菊池寛。摂津藩国の主であった松山新助の侍大将、中村新兵衛は、ご畿内中国に聞こえた大王の侍であった。その頃、畿内を分領していた、筒井、松永、荒木、和田、別所など、大名小名の手の者で、槍中村を知らぬ者は、おそらく一人もなかっただろう。それほど、新兵衛はそのしごき出す三軒への近江の槍の矛先で、先駆けしんがりの巧妙を重ねていた。その上、彼の武者姿は戦場において水際だった華やかさを示していた。火のような正常火の服織を着て、刀冠鋭金の兜をかぶった彼の姿は、敵味方の間に輝くばかりの鮮やかさを持っていた。ああ、正常火よ、刀冠よ、と、敵の増兵は、新兵衛の槍先を避けた。味方が崩れ立ったとき、激浪の中に立つ岩尾のように、敵勢を支えている正常火の姿は、どれほど味方にとって頼もしいものであったかわからなかった。また、嵐のように敵陣に殺到するとき、その先頭に輝いている刀冠の兜は、敵にとってどれほどの脅威であるかわからなかった。こうして槍中村の正常火と刀冠の兜は、戦場の花であり、敵に対する脅威であり、味方にとっては信頼の的であった。新兵衛殿、折り入って、お願いがある。と、元服してからまだ間もないらしい美男の侍は、新兵衛の前に手をついた。何事じゃ？そなたと我らの間に、さような時期はいらぬぞ。望みというを、はよ言うてみ。と、はぐくむような自願を持って、新兵衛は相手を見た。その若い侍は、新兵衛の主君、松山新助の蕎麦原の子であった。そして、幼少の頃から、新兵衛が森役として、我が子のように慈しみ、育ててきたのであった。他のことでもおりない。明日は我らの初陣じゃほどに、なんぞ華々しい手柄をしてみたい。ついては、お御様の正常火と刀冠の兜を貸してたもらぬか？あの服織と兜とを着て、敵の目を驚かしてみとうござる。はははは。念もないことじゃ。新兵衛は高らかに笑った。新兵衛は相手の子供らしい無邪気な巧妙心を心よく受け入れることができた。が、申しておく。あの服織や兜は、もうさば中村新兵衛の形じゃわ。そなたがあの品々を身につける上は、我らほどの肝玉を持たいではかなわぬことぞ。と言いながら、新兵衛はまた高らかに笑った。そのあくる日、摂津平野の一角で、松山勢は、大和の筒井純慶の兵としのぎを削った。戦いが始まる前、いつものように、正常火の武者が、刀冠の兜を朝日に輝かしながら、
敵勢を尻目にかけて、大きく輪乗りをしたかと思うと、駒の頭を立て直して、一気に敵陣に乗り入った。吹き分けられるように敵陣の一角が乱れたところを、正常比の武者は、槍をつけたかと思うと、早くも三四人の破武者を突き伏せて、また、悠々と味方の陣へ引き返した。その日に限って、黒皮脅しの鎧を着て、南蛮鉄の兜をかぶっていた中村新兵衛は、会心の微笑みを含みながら、正常比の武者の華々しい武者ぶりを眺めていた。そして、自分の形だけすら、これほどの力を持っているということに、かなり大きい誇りを感じていた。彼は二番槍は自分が合わそうと思ったので、駒を乗り出すと、一文字に敵陣に殺到した。正常比の武者の前には、戦わずして浮き足立った敵陣が、中村新兵衛の前には、びくともしなかった。その上に、彼らは、正常比の槍中村に突き乱された恨みを、この黒皮脅しの武者の上に復讐せんとして、たけり立っていた。新兵衛はいつもとは勝手が違っていることに気がついた。いつもは虎に向かっている羊のようなおじけが敵にあった。彼らはうろたえ、血迷うところを突き伏せるのに何の造作もなかった。今日は彼らは戦いをするときのように勇み立っていた。どの増票もどの増票も十二分の力を新兵衛に対し発揮した。二三人突き伏せることさえ容易ではなかった。敵の槍の矛先が、ともすれば、身をかすった。新兵衛は必死の力を振るった。兵祖の二倍もの力さえ振るった。が、彼はともすれば、つきまけそうになった。手軽に兜や正常比を貸したことを後悔するような感じが、頭の中をかすめた時であった。敵の突き出した槍が、脅しの裏を書いて、彼の火腹を貫いていた。